おはようございます。今日はまだ、時間の10時ですね。今日はどこ行くかというと、これから海ほたるの方に行って、日の出を見て行こうかなと思ってます。間に合うかな。逆光だ。いきなり着いたら天気めっちゃ悪くて、なおかつ結構な高さまでも太陽が、ギリギリ間に合ったって感じですかね。こんな感じです。この雲、こっちが晴れてて、ここにちょうど雲があるから、あー、ちょっと見えてきた。すごいっすね。風がすごいっすね。今日は波が、海がすごい荒れてる。ほら、こっちはもう、こっちは千葉方面。すごい。タワートラックが。すごい。風がすごい。まあ、ギリ間に合ってよかったですね。なんとなくちょっと見れたからよかった。まあ、けど、ここに来たのはもう何年ぶりかぐらい、5、6年ぶりぐらいなんで、まあ、来れてよかったですね。ちょっとこれから中に入って、ちょっと見てみましょう。とりあえず一番上まで行きましょう。まあ、まだ6時半。やってるわけないですよね。ああ、こっち、東京方面は、晴れてるから、結構いい感じ。
結局のところ東京から来るとこのちょうどこの真下トンネルなんか入ってここまで来るんだよな。いや久しぶり。もうドローン禁止だ。当たり前って当たり前か。いやすごいなこれ本当。どうやって作ってんだかよくわかんねえわ。いや、こっちは晴れてるからいいわ。全然違う。ちょうどここからこういう感じで全然。ここやってるわ。はい、来ました。アサリそばですね、と、かやくご飯付きね、結構ですね。やっぱり海の上だから、やっぱアサリがあれなんですね。すげえいっぱい入ってる気がする。超うまそう。それでは、食べましょう。足がすごい効いてる。でもこれアサリの出汁とかも効いてるんですね。めっちゃうまい。こんな朝6時半から飯食うのってなんかないな。かやくご飯めちゃうまい。アサリが入ってる。ありがとうございます。あっさりしててめっちゃうまい。ごちそうさまでした。めっちゃうまかった。誰もいないのや。
ごい。日の出見に来たんだけど、まあ、なんとかギリ間に合ったのか間に合わないのか、まあ、ギリちょっと太陽が見えたんで一瞬良かったかなと思って、まあ、結局朝ごはん食べたんですけど、今日の目的は何だったのかな、食レポかっていう感じですね。まあけどアサリご飯とアサリそば、めっちゃうまかったんで良かったですね。じゃあまた次回お会いしましょう。